小さい頃からたまに見る。登っても登ってもてっぺんにつかない変なジャングルジムの夢。登る前は大した大きさに見えなかったけど、一つ足をかけるともう上が見えない。それでこう思う。ああ、長いな。そっか、今日からあれか。うん。おはようございます。え、知らないよ。おはようございます。ん、知らない人だけど。はい。うん、なんか、人生って長いなーって。あ、ううん、次頑張るから。でも、知らないし。お疲れ様です。誰だろう。アイドルってもっと特別な感じかと思ったけど、学校と変わんないね。人生って長いな。本当？おはようございます。
なんか結構やれるもんなんだね。そう。まあそっか。じゃないと。人生長すぎるよね。あ、ほらほら、挨拶。おはようございます。朝倉徹、参上。楽しんでって。うん、あれ、なんかダメだった？そうなの？プロデューサー、この辺りも詳しいんだね。ベンチ、隠れて見えないのに。ごめん、ごめん。うん。ダメだった？そっか。なんか思ってたよりショックかも。でも、それ本心だし。
私も知りたいんだ、プロデューサーのこと。あ、うん、わかったよ。とりあえず。え、ダメだったんじゃなくて？ショック受けるかもって気にしてくれてる？うん、ショックだよ。うん、わかった。でも、不思議だな。プロデューサーのこと、私は前から知ってたみたいな気がするから。え、それは、この前は、ちゃんと自分を伝えてないからって言われた。どういたしまして。え、なんで？違うよ。違うよ、プロデューサー。私、こうやって会えたこと、嬉しいから。外を出てくるね。ちょっとショックに浸ってくる。登っても登っても、てっぺんにつかない。変なジャングルジム。降りれないし、終わらないし、長いなーって。でも、気づいたんだ。向こう側に誰かいる。誰かがいて、一緒に登ってくれてる。言葉は交わさないけど。え、そんなのわざわざ？うん、いいけど。今日はレッスン、歌メインでやった。
今日は挨拶回りとオーディションの練習。疲れたけど、いい感じだった。今日は衣装着て振りをやった。楽しいし充実してる。困ってることは特になし。旅に出ます。あれ、プロデューサー？どうしたの？なんとなく気分転換っていうか、探してくれてたの？それは、何でも書けって言うから。っていうか、そんなの誰も気にしないでしょ。ごめん。そんなに通じてないって思わなかったから。あの時の人なら心が通じてるって。変なジャングルジムの向こう側を登ってる誰か。ううん、心配してくれてありがとう。あの人かもって勝手に思い込んじゃってた。知ってるじゃん。でも、ううん、そっか。なんか何でも伝わってる感じがしてた。そんなことないよね。ごめん。私、今度はちゃんと分かったから、そんなに悩まないでよ。
ううん、違うよ。私も悪かったのかも。なんかちょっと思い込んでた。気持ちが通じてるって。プロデューサーは私のこと知らない？そうじゃなくて、迎えに来てくれてありがとう。帰ろ。明日は休みなので、もらってる DVD とかチェックする。お疲れ様。なんかボロッとしてるね。あ、うん、いろいろ見たから感想を言おうと思って。アイドルが合宿する方はなんかすごかった。みんな朝ごはん食べるときからアピールしてて、ライブの方はなんか裏方の人たちもめっちゃ一生懸命なのが良かった。え、だから、うん、今日日誌ないじゃん。だからだって、見たの二つだけ。なんで笑うの？私が無口みたいじゃん。もう。プロデューサープロデューサー、うん、登るよ。今もここまで登ってきて、そしたらプロデューサーがいた。
辺、近づいてるみたいな感じがするんだ。だからかな、最近思ってたよりは人生短いのかもって感じる。日誌に書けること増やしてくから見ててよ。プロデューサー。うん、それ今はわかるよ。ずっとさ、一緒に登ってくれてたんだよね。私もそうしてるつもりだったんだけど、伝わってなきゃてっぺんが見えても嬉しくないのかも。今日来てよかった。頑張るから私。一生懸命登る嬉しさってこと？一緒に登る嬉しさとか。今はちょっとわかるよ。人生長いなんてしばらく忘れてた。私今嬉しい。伝わってる？プロデューサー。